はい、コズの趣味部屋へようこそ。いやー、また久しぶりになっちゃいましたね。ずいぶん間が空いちゃいましたけれども、今日もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今日はね、タイトルにもある通り、私には珍しいものを購入してきました。多分初めてじゃないかな、このシリーズは。はい、じゃじゃんとね、ドラゴンボール、フィギュアーズから、ゴジータ、劇場版のゴジータですね。こちらが今日発売だったんですよ。結構ね、これはネットとかね、で見るともうほぼ速攻で完売っていうね、結構な人気らしいです。まあ、これと同時ブロリーも出てたんですけれどもね、まあ、あれも自分が買ったところにはまだあったんですけど、ちょっとね、自分ゴジータだけ欲しかったんでゴジータを買いました。まあ、ブロリーはね、まあ、俺より欲しい人がいると思うんで、その人の手に渡ればいいなと思います。はい、まあね、転売目的で買ってるんじゃないんだよね。でね、こちら、まあ、マルマダ電機さんで買える、いや、もう分かってる、山田電機で買ったんですけど、3850円って安いですよね。これ定価5000いくらじゃなかったっけ。今ね、山田電機だと、まあ大体普通に 10% 引きぐらいなんですよね。で、そっからね、会員限定で、なんか、値段がね、30% オフぐらいになるのかな。まあそこら辺はね、よくわかんないんですけど、思ってたより全然安いんですよ。だからね、いやー、ラッキーだなと思って。で、実質ね、ポイントがね、700円分ぐらいあったんで、それも使っちゃおうと思って、結局ね、合計でこういう感じで、税込み3388円で、購入できました。いやね、これは結構お得に買えたんじゃないかなと思います。はい。まあね、自分にとっては初のフィギュアーツになるんで、どんな感じかね、見ていきたいと思います。ではね、早速ね、開封してみましょう。はい、箱から出して、一応ね、ちょっと本体取り出して、見てみましょう。はい、こちら。はい、いや、何気にね、まあ、かっこいいかなとは思いますね。まあ、自分はね、このシリーズはあんまね、かっこいいなと思ったようなやつがなかったんですけれども、まあ、欲しいなっていう購買意欲も湧いてなかったんですけどね。このゴジータだけはね、ちょっとね、写真を見た時に、あ、結構できんじゃないのと思ってね、で、気になって、買ってみたんですけれどもね。まあ、こういう感じですね。まあね、強いて言うならば、鼻が長い。こんな鼻長く高くないだろうね。ちょっとこれはちょっと鼻がちょっとな、もうちょっと低かったらな。まあいいですね。まあちょっとね、これはポーズをつけてみたんですけれども、まあ、普通にね、これフィギュアって結構ここらガチガチとね動くんですよね。本当ね、フィギュアーツはもう遊ぶために作られてるようなフィギュアなんでね、もうガシガシ遊べる感じ。こうね、もうすっごい、もう頭もここまで開くっていうね。で、ここの足のつま先もこう曲がるっていうね、すごいね。大開脚。
で膝もここまで曲がる、うん、ここまでね結構ぐるっと曲がりますね。あ、結構もうここまでいっちゃうんだね。もうボキって言ってるこれね。あ、多分これ180度はいくね180度ね、360度。うん、いやこれすごいね、可動域がすげえ。あ、腕もね、まあ、そうなるとね普通にこうグリングリンとね、グリングリンと回る、うん、まあ、顔もね普通にグリングリンとやっぱ360度回転しますね。まあこれこれもこいつ360度。ほとんどの箇所がね、360度回りますね。うん。ではね、ちょっと表情パーツを、変えてみたいと思います。はい。はい、こちらはね、ちょっと口角が上がってニヤッとしている感じの、フェイスパーツになりますね。うん、スマイル検知もします。で、こっちはね、まあ、さっきよりは鼻は低いんですよね、うん、まあ、このちょっとニヤッとした顔の方がなんかかっこいい気がするな、うん、いいね、これはいい、はい、ではね、次のパーツ、はい、次のパーツはね、叫び顔ですね。うん、これはこれでもう、この角度かっこいいな、これ。いいね、この角度。これもね、通常フェイスと違って、鼻は、うん、違うの、高さが。なんか通常顔だけがあれかな、鼻がめっちゃ高いのかな。フェイスパーツをね、ちょっと並べてね、ちょっと鼻の高さ見てみようか。はい、まあね、こういう感じで見るしかないんですけど、まあ、こう見るとやっぱね、この一番左のやつがやっぱなんか若干鼻が形かな、なんか高いし細いしみたいな感じするね。だろうな、鼻のインパクトが、うん、こういう感じでね、この方だとちょっとニヤッとしたこのポーズが、この顔フェイスパーツが一番いいかな、好きかな。でね、あの頭部パーツも変えられるんでちょっと変えてみます。はい、こちらがね、通常の黒髪ヘアのゴジータ。これも悪くないね、うん、鼻の高さも、まあ、うん、さっきの通常よりはいいかな、うん、いいね、この黒髪も。ただね、ここまで黒髪とかあったんだったら普通のスーパーサイヤ人のね、金髪のやつも付属してほしかったんだけど、金髪はないね。まあそこだけがあれかな。あ、これも変えられんだ。面白いね。これこうなんかこういう感じ。あれ、こんなんなんかなかったっけ。あ、ドラゴンボールヒーローズかなんかに、ね、こんなのこんなキャラいなかったっけ。うん。こんな色違いのやつがあったような、こういうこともできるんだね、うん、ちょっとまあ遊び心だけれども、はい。あとね、ちょっとあの手パーツとかあるんでね、ちょっとポーズをつけた、やつを、画像でね、ちょっとご紹介していきたいと思います。
い、ということでね、一通りね、まあパーツとかね、手パーツ付け替えてポーズつけてやってみましたが、まあ皆さんはね、どうですかね、手に入れた人はどういう感じでポーズつけているんでしょうか。まあ普通のポーズが無難ちゃ無難なんだよね。まああんま下手にね、なんかこうポーズ決めすぎるのもね、どうかな。まあ自分はね、本当普通のポーズで、いきたいと思いますけれども、まあどうだろうな。結構ね、本当ね、まあね、とりあえずまあブロリーはもう多分買いに行っても売り切れちゃってんだろうな。まあブロリーとね並べて飾りたかったけれども、まあしょうがねえね。まあ再販するかどうかっていうのはまだねわからないんですけれども、別に限定じゃないんでね、まあ可能性は高いと思います。はい、まあ買えなかった人もね、まあいずれ再販されると思います。まあね、フィギュア2自体が好みが分かれるんでね、ガチャガチャ遊ぶ人にはいいけれども、まあね、普通に固定したポーズのみが好きな人にはね、まあいらない産物かなって思いますけれども、まあ、自分もね、ちょっと初の、試みということでね購入したんですけれども、意外にね良かったですね。これを機にちょっとフィギュアーツちょっと気になりますね、これから。はい、ということでね、まあ今回の動画は以上になりますけれども、次回ねおそらく、これを紹介しようかなと思ってます。はい、まあね今画像が出たと思うんですけれども、はい、まあ造形展開地のね、中澤さんがね、造形しました、悟空ですね、アーミー服の悟空、こちらはめっちゃ美味しいんですよ今、なので多分次紹介するのはそれかな。まあそれまでね、ちょっとね今しばらくお待ちいただければなと思います。その間にね、チャンネル登録してお待ちください。あとね、いいねボタン、グッドボタンをお願いします。コメント欄もね、書いていただければ、返信させていただきます。ということで、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。